2019年3月10日74回目の、一番大きかった被害の大きかった東京大空襲の新規慰霊大法要です。東京都慰霊堂は、2019年の今でも、関東大震災、大正時代の関東大震災と、第二次世界大戦時代の、東京大空襲を、慰霊しています。Thank you.